で28ですね、ここもむずい、知ってるわけないじゃんこんなんでも、ね、そこが差になるわけですよ、統計レベルですよって教えて、コンテインが今年は出るからって散々授業で言ったやつですよ。ちょっと聞きたいんですけど、はい、この表現いつ使うのか。ということで始まりました、ムテチャンネル。さあ、今回はですね、好評シリーズ、いよいよ早稲田に突入しまして、まずは早稲田の文化構想から見ていきたいと思いますね。結構届いた感想によると、英語は難しくて、国語が簡単だったよっていう声が多かったですね。で、全体的にやってみた感想は、最初の空所補充がいつもより優しめですね。レベルの高い人だったら満点いけます、ここ。全問正解いける。そして内容一致二つ目の方が、これもだいぶ簡単ですね。非常に優しい。早稲田の文化構想っていうのは、この内容一致ですね。長文のやつが非常に優しめなので、ここ確実に取りたいな。で、文挿入問題ですね。これが難しかった。どうでした？これはだいぶ難しいと思いますね。まあ、消去法でやんないと無理じゃないのっていう感じで、まあ、実は答えを導き出せるヒントがあるんで、そこに気づけば出せるけど、いや、それでも難しすぎるでしょ、内容っていう感じですね。ちょっと構文とかむずいよね。で、会話問題は知らなきゃ無理じゃない。まあ、二択にまでは絞れるけど、厳しいっていう感じじゃないですかね。ようやくもね、読みにくかったんじゃないかなと思います。はい、ではそれぞれ見ていきたいと思いますね。まず最初の穴埋め問題ですね。最初の Mary は、これは普段ね、授業でよく言いますね。これ問われるから Mary 知らなきゃダメ。そう、ジャストみたいな意味だからねっていう風に教えてるやつですね。で、文脈できちんと解けるだろうし、コロケーションで考えてもこれ。二つ目、Obvious。まあ、これはできてほしいかな。文脈で。で、三つ目、はい、ほら、コイン。これ出るとね、早稲郷の授業でも、河合塾の授業でも言ったと思いますね。名前っていうのを作るね、メイクの意味のコインは、これよく出てくるので知らなきゃいけない。次もそうですね。このデート好きなんですよ、早稲田は。動詞のデート。今回はね、定めるってやつだよね。この日とかこの時っていうのをこうだっていう風に定めるですね。遡るっていう意味でも何度も出てますんで、ぜひ動詞のデートは知っておくこと。次はマッシブは簡単でしょ。マッシブユースは絶対いけなきゃいけない。で、6。あ、ケースね。これがちょっと難しいかな。ケース could also be made ね。make a case なわけですよね。だ7ね、candidates ね。そう、指してるもの、3って来てるから、その前にある3つのものを指せばいいんで、候補とかっていうね、candidate ですね。まあこれ、applicant の言い換えで応募する人とかっていうのでトイックでよく出ますね。次 B。 あー、まあこれ読みにくかった人多かったと思います。ニアバイを選べてほしい。その後ろにさ、場所を表す表現があって、その後これみたいなのが並んでるじゃないですか。他の文にもあるので、同じ形が。だから、あ、文頭に空欄があるからって言ってね、サートゥンディとかでそういうのを選ばないように気をつけてください。次、ラルね。はい、これは出てほしいから、ラル、ララバイっていうじゃないですか、のがある。で、10番、ベアフットはいい問題ですね。これね、 Go to school の間に入るわけだから、裸足で行くでしょ。 Already この位置に入るのおかしいでしょ。で、次は array。これはい、やりました。an array of で様々ですね。array とは並びのことです。これ TOEIC でも出てくる表現ですね。河合塾の授業だったら黒板のね、でっかい黒板のこの辺に書いてあるんですよ。下にこう、言い換え並べたやつですね。a variety of とか a range of とかね。a selection of an array of an assortment of って並べたやつです。なんで、それはできてほしいんですよ。ね、そこが差になるわけですよ。総計レベルですよって教えたやつ。12 unity は、文脈でいけるでしょう。diversity と unity ですよ。多様性とくっつく側ですね。スポンサーもこれもできてほしいですね。まあ、スポンサーって知ってるじゃないですか。まあ、うちのチャンネルは早稲郷がスポンサーですけど。で、スパーね、これをこっちの出すイメージね。これもぜひ押さえておいてください。正解になることあります。次は、まあ、three generations。generations は簡単でしょ。ファミリーっていうね、言葉が入ってるからね。はい、続いて内容一致問題です。モラリティのやつでしたね。もちろん読むのは、うっってなるかもしれないですけど、簡単ですね。きちんと1個目も2つ目も2つ目も選べなきゃいけない。イマジネーションとモラルっていうのはね、繋がってるっていうのをやればそれでおしまいじゃないですか。だって B も D も結局それでしょ。だからメインポイント的なところが分かってればそれでおしまいなんで、優しい。次もそうですね。優しかったね。エイシェントグリースのね、建物っていうのがね、役立ってるんだよ的なね、内容で。19がちょっと悩んだかもしれないですけど、トマス・ジェファソンとかよくわかんなくてね、悩んだ人もいるかもしれないんですけど、できてほしいね。ちょっと世界史有利かなと思っちゃったけど、ね、はい、次出ましたね。 COVID-19 出ましたよ。コロナ登場です。コロナとこのテクノロジー関係ですね。はい、20番簡単、21番、ノット問題ちゃんと矛盾してるから簡単に選べますね。わざわざ3つ探さなくても OK。 コンテインが
今年は出るからって散々授業で言ったやつですよ。抑制するっていう意味があるんだ。コンテインダーバイラスっていうのがニュースとか新聞でめちゃくちゃよく出てきてるから、コンテイン含むだけじゃなくてこっちもちゃんと覚えておきましょうねっつったやつですよ。出ましたね。はい、正解の選択肢に出ました。でプライバシーのやつも簡単でしょ。22も23も OK、 24はタイトルですからこれも余裕ですね。はい、プロとコンね、プロズンコンズね、いい点悪い点両方書いてありましたからね。絶対できないからです。まあフォーブスなんで、出典がね、非常にネイティブの知識層がね見る雑誌なんで難しいは難しいんですよ。でもできなきゃいけません。問題が簡単です。続いて、はい、文政上これですよ。むずいなって思ったのはね、25は簡単ですね、非常に。 And they it fades away っていうのがこうやって出てきて広がってキャッチオンしてわーっといって、そしてなくなるっていうので簡単ですね。 A が最初に出てくるっていうのも楽でね。で次が、26は but の後ろからね、 we can't always be there って言ってるのから we が来てるはずなんで、それで G はすぐに選べるよね。 compel them to do what we want ってね、 we 出てきてるから解けます。で27、まあこの辺からですね、一気にレベルが上がるのは、まあ消去法でできたかもしれないですけど、27はここに出てくるね、 altruism とかね、これ結構出てきますよね。利他主義ってね。since then だよね、やっぱりね。まあ、次の文のこの these days とかがヒントだろうね。その時から変わってこうこうこうだよ、みたいなね。で、28ですね。ここ、もうむずい。However, I think there are several reasons why the idea merits our skepticism. これも授業でしょ、注意やすね。merit には値するという意味がある。英作文だと限られるので使わない方がいいけど、動詞の merit は総形では絶対覚えておかなきゃいけないって言ったやつね。deserve の意味ですね。で疑うべきだって書いてあるわけなんですけど、そう、その疑うべきだの前のね、段落の最後がさ、Christian denunciations of sloth っていう形でね、その怠慢っていうのは良くないんだっていうのが出てきてるんで、ちょっとそれが難しくてできなかったかなって思いますね。このグリッドっていう時代がもうなんか根性みたいなやつなんですよね。頑張れ、やればできるんだ、ずっとやり続けろ、じゃあダメだよっていう内容なんですよ。こういうの読み慣れてないじゃないですか。頑張れ、やり続けろっていう風にみんな勉強したりとかしてくるじゃないですか。だからそれとは逆の内容なんで難かったかなと思いますね。で、29の H はできてほしい。これはできなきゃダメですね。When you're in one って書いてあるからね。その one の指すもの。And stop digging, 掘るっていうのがあるので、で、hole、穴っていうのとつながるじゃないですか。で、30もめちゃむずい。30のだってさ、前の文とかさ、構文がむっちゃむずいじゃん。だから分かりづらかったと思う。やっぱヒントになるのは B の the student ですね。これを分かるしかないかなと思う。30のほら前に、あ、スチューデントっているじゃないですか。だそこでやるしかないんじゃないかなと思った。内容で行こうと思っても厳しいと思ったな。で、31もここまで絞れていればいけるけど、いや、or to put it differently って違った風に言ってても分かんないじゃん。まあ相当むずい。はい、続いて会話問題ですね。表現の問題ですね。これ知ってるからですね。What do you say はできなきゃダメですね。どう思うってやつでしょ。で、疲れちゃった。I'm totally wiped out ですね。これ知らないかな。こう、絶滅させる的なやつだけじゃないんですよ。こういう意味もあるので、知ってください。exhausted out じゃないですかね。exhausted なんだらいいんですけどね。引っ掛けですよ。次、34はできなきゃダメですね。meeting つまんねえって書いてある。全知入るはずじゃないですか。だから through most of them っていうのはこれできなきゃいけないでしょ。で、次は keep ing だろうなっていうのが分かってほしくて、droning と sounding で悩ませる問題ですけど、droning ですね。だから drone on。だらだら喋り続けるみたいなやつですね。知ってるわけないじゃん、こんなんでも。で、次が、あ、tear off some of the bread ね。ブレッド、パン引きちぎるっていうやつですよね。あの、だから、ベイクとかに引っ掛けようとしてるわけでしょ？パンを焼くみたいなね。意味わかんないけど、ね、ここで、ね、焼いても、ベイクオフってついてるな、しかも。で、37が、あ、そうね。I'm always up for something new とかね。新しいもの求めてるよっていうのは普段使うんですけど、知らないじゃん。こんな映画とか、ね、普段の生活で自分を覚えた表現ですよ。誰か習ったわけじゃないから、これね。新しいものをこう求めてるよみたいなやつでしょ？It's on the early side, so let's risk it. ね、ああ、これもだって辞書とかに別に載ってないじゃないですか。あ、そうだ、ちょうど一ノ瀬先生来るから、どういう時に使うか聞いてみよう。ちょっと聞きたいんですけど、はい、この表現いつ使うのか。It's on the early side って使う表現なんですか。どちらかで言うと、もうちょっと早いよって意味ですかね。はい。あんま使わないです。So let's risk it って書いてあるね。ちょっと待って。So let's risk it って。Never... 何をリスクするんですか、この人たちは。Should we make a reservation? これに対してっぽいですよね、そのリスクは。レザベーションを取るかどうかっていう。あ、行くか。じゃあもう行こうってこと。あ、多分そうですね。レザベーション、予約取らずに、うん、行こうよと。うん、まだまだ早いから多分空いてるっていう、うん、そういう、うん、今時間早い時間だからって多分そうですね。なんかまだ混んでない時間だ。あ、なるほど。なのかもしれません。こんなのが入試どこですか。これ早稲田の問題です。へえ。
最後の一文要約。これね、一文目にさ、もうあるんだよね、これね。こんなことってある？まあもちろん繋がるんだけど、後ろに書いてある内容っていうのが、ちょっとびっくりした。該当箇所がこんなに早く出てくんだなと思って。まあ言い換えは結構できやすいとこなんだけどね、ここは。はい。といった感じになりますね。まあ相変わらずね、会話は、無茶なのがある。そしてまあやっぱ文挿入かな。ここが、差を分けるとこになったんじゃないかなと思いますね。知識がだいぶある人だったら、埋めるやつはできるかなって感じだったでしたね。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.